ガオケです。よろしくお願いします。4月のね、説明するんですけどね、この間ね、事件が勃発しましたね。まあ息子のことなんやけど、電話かかってきて、リュックなくしたとね。リュックなくなる、まあ携帯とか全部入ってるということで、で電話かかってきて言われて、ほんで息子にもちょっと代わってくれということでね、なんでなくしたんって言ったら、まあ、長井公園に行ってて遊んでたと。ほんで、チャリを置いて、お前な、チャリのカゴに入れとって、走ってたっていう。いや、走ってたって何？走ってたちゃう。走ってたって何？って思うんだけど、何回聞いても、お前、走るってなんか、例えばなんか鬼ごっこをして走ってるとか、遊んでてとかで、いや、ちゃうねん、走っててん。っていう、もうまあ、もうほんま、なんかちょっと腹立つけど、まあ、ええわ、思いながら。まあまあ、走ってたっていうのも、走ってたでええよ。そうそう。走ってたくんねえと、走ってたでええよ。と思いながらね。まあまあ、お前、そんな、ちゃんと見とかなあかんで、っていうことで、まあ、携帯でも、で、まあ、もし、まだちょっと出先やから、またな、一応、位置情報とかなんで、見とくから、ちょっと、探す方も考えとくわ、と。明日連絡するわ。まあ私、iPhone なんですけど、iPhone やったらね、場所、携帯の場所とかわかるので、ね、それで、まあわかるかな、まあ、ちょっとね、機種違うから、なんか最初に登録しとかな、わからへんみたいな形でわからなかったんですけど、で、それでまあ次の日、電話して、まあどうする、まあ携帯も、なんかいろいろ入ってたみたいな、どうするんねんって言うと、携帯どうすんねんって言うと、俺、スマホやめよう思って。いや違う。違うことばっかり。違う。そういうんじゃないね。スマホをやめようとかいう言葉は欲しくないし、まずもってそもそもね、そこでなんかごめんとか、謝ってほしいわけじゃないけど、こんなことでごめんな、なくしてとかわかるけど、いや、スマホやめようと思って。いや、もう話違う。もう全然違う。もう、スマホやめんでいいね、別に。お前は。ね、持ってもらっとかな。困るし、その、ね、連絡もつけへんし。困るから、スマホ持っといてくれと。ほんで、まあ、どうするにしても、また明日、何日やったらいけるからって言ったかな。それで、いけるから、もうどうするか、まあ、決めとけや。もう、どうせ買わなあかんし。って。言って、まあまあ、そのことで切って、まあまあ、長井公園とかにもね、電話して、落とし物ないかって聞いても、ないって言われて。で、まあ次の日電話したかな。じゃあ、やっぱり、スマホは欲しいと。よっぽど暇やったよね。携帯ないと。うん。スマホ欲しいと。まあ、友達も連絡取られんしね。なんか、よう、LINE とか電話しとるから。で、まあまあ、携帯欲しいと。ほんで、まあ、じゃあな、いつに使いに行こうやって。いう約束して、待ち合わせ、ここ、まあ、もう携帯も、もう、なんかもなんか空いてる、LINE だけ入ってる携帯あるから、Wi-Fi だけのところでね、使えるようなのがあるからっていう、それ、ほんで、どこどこ待ち合わせなーっていう話して、来たね、切って。まあ、次の日本で、まあ、私ね、お年寄り、またもう一回ね、長い声も、ね、いつ届くかわからんから電話してみて。と、大阪のね、なんか、落とし物とか、紛失物のね、なんか、落とし物の特徴を書いてるようなね、あれがあるんですよ。それ見て、まあ、リュックやったらリュック、携帯とかで携帯で検索していくんですけど、そこでちょっとぽいやつがあってね。まあ、ほんま、私もその、まあ、中のデータとかもね、ちゃんと見つけてあげた方が、ちゃんとできるし、一からね、全部やるのもかわいそうやな思って。ね。で、ぽいやつあるから、ほんで、まあまあ、仕事は、まあ、授業と授業のね、合間にもう、ひょいひょいから警察出まして、こう、ぽいやつあるんですけど、ちょっと、どんなんですかみたいな。ほんで、その人で喋って、多分これ、それですよ。って言い張ってね。ほんで、まあまあ、いろいろ、携帯こんなんで、こんなんで、特徴で、まあまあ、それ、もう、多分それやなって なりまして。電話して。私は行かれへんからね。遠いというか、すぐには行かれへんから、電話して、取りに行ったって。
その前の宮に電話して言ったんですけど。で、ほんで、まあ、ドリンク高校、いや、あって、でも、多分 100% これやわ、って言って電話切って。で、しばらくして電話かかってきて、どうやった?あ、取りに行ったかって言ったら、私の自転車が取られてんねんけど、いや、また違う。また違う。子供にそう、なんかこういう隙があって取られたあかんって怒らなあかんのに、もう親取られたあかん。もう自転車は親取られたあかん。ほんで、息子の自転車乗って行ったみたいですけどね、もう、なんか、多分、それも、多分、鍵してないとかで取られてる、してたんかしら。まあ、そこまでは聞いてないんで、わからないですけどね。で、もう、渡っちゃう思いながら、もう、そう思って。で、まあ、あったわと。ちゃんと、携帯も無事にあって。なんか、財布ね、持ってた。財布に2円入ってたって。前の嫁も怒ってました。2円も取っていけよと。そんなお金取ったら2円なんで置いていくねん言うて、泥棒のくせに言うて、思ってましたけど。何取られたの?太鼓のバチとね、太鼓の達人のね、バチとそのお金だけ取られたみたいで。いや、大人が取ったかな思うぐらいの感じやけどね、もう。そんな。で、それ、ええならあったから、電話してこいと。息子に言うといいよ、俺の電話させるよ。させる、まあ、そんな言ったらね、させるように。言ったられないけど、なんか別に。ほんで電話かかってきて、ありがとうと。電話かかってね。ほんで、でもな、ほんまよかったな、言うて携帯もあって、すやろ。ほんで、お金のな、2500円しか取られてないから、えぐいぐらい取られてなくてよかったって。いや、違うね。2500円とか、金額じゃないね。せやね。そもそも2500円しか取られてないからとか、1万円取られたからで、誰も怒ったりもせんし、じゃあ取られたこと自体が悪いね。そう。その好き与えたら自分のはちゃんと管理してくれよと。あ、それ伝えた後にもまた、あの息子がね、犯人捕まってほしいなって。いや、違うね。犯人捕まったらいいのにとかじゃないねん。もう、前も悪いねんで。ちゃんと、分かってんのかなと思いながらね。いや、でも、その、チャリの顔に置いて、走ってたっていう。もう走ってんのも、まだ、ちょっと腹立つけど、走ってたくせに、何言ってんねんと。まあでも、携帯とかデータとか全部無事でよかったな、言ってね。ほんま、でも、ほんま、なんかね、ほんま、そんな、事件が起こったという話でした。では、説明します。では、もう一つ最初のね、3ページの説明していきます。ね、右が揃える。もう左はね、払い、しっかり大きく。で、この角度、思ってるよりも横へね、横へ、縦に行ってしまうと、こうぶつかってしまうのに次の線とね、ここに空間できるようにね、のと、近くに、すぐ近くにかけるのね。こう、狭く、ここを狭くできるので。で、しか内。ゴンも内に入る。で、この部分、少し空間できるように。こっちの方が少し大きくね。上よりもね。少し大きく。払いね。左右に大きく払ってもらって、空間できる。しか、こう、押さえて、ここで押さえて、横にね、抜いていく。揃う。で、横ね、何本もできて、大体こう揃えるようにね。空間揃えるように。で、少し左には出る。で、この中心。縦揃うように。これからでも、押さえて、内へ。ここ狭くならないように。まずこの時点でちょっと広がっていくようにね、書いておく。ここに空間できる、短くならないように。これを少し浮かしてね。長く、途中この辺で終わったりしないでね、長く書いて。ここ見えへん。
少しこう筆浮いてくる。ちょっと極端には書いてますけどね。筆細くなって、この部分ね。押さえたまま筆回らないので。ここもね、感覚揃えるのと、結構ね、思ってるより狭く書いてください。ね、この3本狭くと、そんなに3本目も長くない。ちょっと長いぐらいね。上からと、左出た分右出てもいいので。いますね、中心に。で、ここに空間できるように。内へ。ね、内に入るように、ここに空間、もうね、最後真理をここで離してくださいね。で、大きく動くように、動き小さくならないよね。大きく動いて、ここで一回離す。で、押さえて、上に上がる。で、下がって、払うね。斜めに向くように。この部分ね、狭くなるようにね。ここにも出ない。ね。大きく。見えた。こう広くならないように。狭く。中心、ね、左右中心で跳ねるようにね。ここも中心ね。ここからまだ中心が来て、中心で跳ねる。ここね、右上がりに揃うように。で、必ず、こっちがね、大きくね。こっち側が大きく、右側が大きくなるように書いてください。右揃えるね。しっかり腹、左に出てくるように。どっち長く、短く。この山必ず右上がりに内へ。反るようにね、書いてください。中身出てこないように。ね。で、大きく。中身ね、出てこないんやけど大きめに、小さくはならないようにね、書いてください。もうね、同じ細くなるようにね、ちょっとこう筆上がってきて細く。ここも同じね。で、点、少し上に来るように。で、ここもね、あんまり長くしないよね。しっかり左払い。ね。左出て、右も出るように。まっすぐ。ね、ここ狭くならないように。と、ここ細くね、左右に大きく書いてください。ここもね、空間。ね、感覚揃えるね。で、結構ね、まず縦に行って、左に払うね。縦に行って、しっかり、右腹も押さえて、横に。冠、出ないように。と、まっすぐね。少しここは広くても構いません。ね。では、説明終わります。